というわけで相変わらず自宅からお送りするシリーズでございますけれども、皆様におかれましてはいかがお過ごしでしょうか。こんばんは。というわけで、これ絶対食べたことあるやつだけど深夜まで営業してるから便利なのでついつい買ってしまった。というわけで買ってまいりました。それがこちら、ダゼーン、ここ一番屋さんの野菜カレーにロースカツトッピングです。深夜1時がラストオーダーということでね、フードデリバリーのバイト、今日は雨だったんで注文も多くてついつい深夜まで働いちゃったな。そういえば今日何も食ってなかった。お弁当どうしよう、ほとんどのお店閉まってるし。という時にね、目の前に現れてくれたこちら、ココイチさん、これはもうね見逃す手はねえなということで、絶対過去に食べたことがあるであろうラインナップのねカレーをいただこうではないかという、今回勝手にですねアドリブで冷蔵庫の中に牛肉あったんで牛肉炒めてトッピングしてみましたけれども、こちら野菜カレーとロースカツのカレーということでね、蓋を開けた瞬間にね、こいつさん独特の甘めのルーのカレーのスパイスの香り並びに、こちら焼肉のね焼肉のタレの甘辛い香り漂ってきて、いやたまりませんね。それでは早速いただきましょう。はい、というわけでこちらゴロゴロ野菜とご飯いただきますよ。うん、いや、そうそう、これこれといった味わいで、何の味もついてない素朴なじゃがいもとややピリ辛さを感じられる小市さん独特のね甘めのカレーのルーとの相性も抜群で、ご飯がですね私好みのちょっと固めに炊いてあるご飯で、いやこのバランスがまさにココイチさんといった感じ。これは本当に夢ありましたね。これは夢ですよ。ありがたい。はい、それではこちらカツと一緒にいただきますよ。うん、あ、いやこちらね時間が経ってしまって衣がしなっとなった感は否めませんけれども、スタンダードなとんかつとカレーの組み合わせ、いや絶妙ですね。はい、それではアドリブで追加いたしました牛焼肉と一緒にいただきますよ。うん、いやこの牛の脂身とご飯の組み合わせ美味しいのはもちろんなんですけれども、カレーともねよく合ってて、いや美味しいです。はい、というわけでこちら完食です。いただいてきましたけれども、いやー美味しかったですね。やや甘めのスパイスの効いたカレーのルーと固めに炊いてあるご飯との相性も抜群でね、これぞカレーのスタンダードな味わいといった感じで安心していただくことができましたね。野菜のゴロゴロ感、そしてねとんかつのボリューム、どれをとってもね申し分ないところに勝手にアドリブで加えた牛焼肉を、甘辛のカレーとカレーのルーが絡み合ってとっても美味しくいただくことができましたね。というわけで皆様もご興味ございましたらぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。といったところでまた次回の動画でお会いいたしましょう。本日はココ一番屋さんの野菜カレーにとんかつトッピング、そしてさらにアドリブで牛焼肉加えていただいてみたという動画でございました。ご視聴いただきましてありがとうございました。バイ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 。